イメラジオ第6229回今日は令和6年4月9日火曜日です時刻は午後4時半横浜港北火曜日の午後朝方降っていた雨も上がってけれど曇り桜も散っていますねだいぶ風も強かったのでもう桜が明日あたりには本格的に散っていくことでしょう 桜は本当に毎年儚かないですね。イメラジオ今回は日本人と無宗教こんなタイトルでお話ししましょう。日本人にアンケートを取ると「無宗教です」という人が70%。何かの 信仰を持ってますという人が三十パーセント、だいたいこういう数字ですよ。同じようなアンケートをアメリカで取れば、無宗教と答える人が三十パーセント。何かの信仰をしています。これが七十パーセント。そしてまあアメリカでも三割は無宗教なんだな、無宗教と自分を答えてるんだなとはいうものの、まあ日本の。 このの無宗教7割割何かの信仰が3割これは非常に目を引く数字ではあります。イスラム圏に行けばもう何かの信仰というよりイスラム教を信じてますという人が100%近くになるだろうしそして欧州でも欧州でも似たようなアンケートを取ればアメリカと似たような数字になるんじゃないでしょうか。アメリカよりはちょっと あの無宗教の割合が欧州では多くなるかもしれませんね。まあ、いずれにせよ日本の無宗教が7割と何かの信仰3割というこの数字は、まあ、異常といえば異常なんですね。で今回のテーマ「日本人と無宗教」これについてお話しいたしましょう。例えばクリスマスを祝って。 別にキリスト教徒でもないハロウィンを祝って別にケルトの宗教に興味があるわけでもないお盆にはお墓参りをしてで神道の神宮または神社で結婚式を挙げてみたいな初詣はそこ行ってとか。 まあ日本人はねこういうふうに無宗教とは言いながら宗教をめいたことはやっているんですよ。で宗教をめいたことはやっているのであのそれなりに気は紛れているわけですね日本人の気は紛れてるんですよ。何かしらこの世ならぬものについてないわけはないだろうと。つまりこの目で見える 耳で聞こえる認識できる世界を超えたそういうあの世的なもの形事上のものプラトーンが言うイデアの世界あるいはそれぞれの宗教が説く宗教の世界スピリチュアルな世界こういうものはなくはないだろうから、まあ、適当に目についたものを組み合わせてで それっぽいことをやっておけば気も収まるというこういうことなんでしょうね。ですが日本人はそういうその天井へのまなざしっていうのはちょっとはあるんだけどそれを雑多にあのごまかしているというそういう状況でしょうこの雑多にごまかしているっていうのは日本人の偽らざる宗教的な現状で。 でそれがさっきの7割ほども無宗教ですと言ってるであとの3割にしたところで、まあ、非常に曖昧な形の信仰多分仏教が多くなってると思うんですよであのキリスト教なんか1%いるかいないかでしょうねイスラム教なんかもっと少ないとでこの日本人と無宗教なんですが なんでこんなに日本人は宗教についてある種だらしなく、そして、まあよく言えばですね、よく言えば、あの、寛容で、そしてたくさんの神々を雑多に混ぜてどうもないのか。この問いはあっていいですよね。そして、 神道、これがまあ日本の固有の宗教と言われますけど、神道は宗教ではない。一種自然崇拝のアニミズムで素晴らしい夕日を見るとき、美しい虹を見るとき、強烈な雷を見るとき聞くとき、そのときに恐れおののき、自分の力を超えた何者かへの怖から 手を合わせたり目をつぶったり心をその自然に集中させたりこういうことはあるでしょう。でそのそれぞれの自然の中に八百万の神様がいらっしゃるんだと言われれば目には見えず耳は聞こえないけどそうなんかなと。じゃあどっか気の向くところに。 呼びかけこかけとこ気の向くところに手も合わせようかと気の向くところにおさい銭も上げておこう、まあ、こういう感じなんですよね。ですから西洋的な意味での宗教ではもちろんないしこれは日本人のこの姿勢は。ですから日本人が無宗教と自らをまあ定義しているのはそれは正しい姿勢なんですよ。こんないい加減なごったにの宗教 態度でもって自分たちは宗教心があるんです信仰心があるんですと考えてればそっちの方がよほどおかしいだからそうは考えずごったにの宗教態度をとってはいるけどこれは宗教ではないなと薄々感じだってクリスマスにキリスト教徒でもないのにケーキ食べてあのなんかそれっぽいクリスマスディナーを食べてそれであの 宗教心があると思っっていたらよよぽどおかしいですよねでそこまで日本人は堕落はしてないので、まあ、無宗教とでこの何で日本人がこういう無宗教になってるのかは非常にあの根が深い問題でおそらく縄文とかねあるいは弥生とかああいうもう歴史が始まる前のあの頃に遡るんだろうなと私は見ております。で一言で言ででうとですね 人間の宗教っていうのはやはり苦しみをもとにして作られるものなんですよ。ほぼすべて。世界の名だたる宗教は、このような苦しみに直面して、それを何とか説明したい。それを何とか体系化したい。苦しみをね、苦しみの世界を。それを何とか次の世に繋げたいという、もうやむにやまれるような、そういう衝動から宗教っていうのは、 もうキリスト教であれイスラム教であれ仏教であれできてるんですよ。ですからキリスト教とかあるいはユダヤ教とかその前身のユダヤ教とかあるいはイスラム教あるいはゾロアスター教マニ教こういった宗教が過酷な地域で生まれてるのは考える材料にすべきでしょうね。砂漠地域みたいなところで 多くの宗教が生ままれてますよね過酷なんですよ。で人生が過酷であるがゆえに宗教へのその熱望というのも大きくなりそれでそれが今の時代にまで伝わっています。ってことは日本人がそういうものを作り出さなかったしそして作り出さなくても別にどうってことなかったいう 今までねそして宗教的態度はさっきはいい加減とかごったにとかどことなくネガティブに言いましたけどそれほど真剣に宗教を考える必要はなかったということは他の地域と比べてこの日本列島っていうのが比較的豊かで。 食べ物ととか資源という点で、ね、もちろん石油は出ないんだけど石油や石炭が必要になってきたのはあるいは天然ガスが必要になってきたのは近代になってからですから水が豊富にありそして美しい森林がありそして日本人は割とあの賢く植林するつまり木をどんどん燃やして灰にして山を潰していくっていうようなことはせず。 亡くなったら補充しようというそういう意味でそれが数十年後の結果でも構わないから50年後にその実りがあるというので構わないから今植林をするというこういう発想ができる民族であったそして自分の幸福につながらなくてもだって50年後なんだからあるいは目に見えない誰かの幸福であったとしてもそれを我が幸福とできるというまあ非常に 戦いい、の少ないそして水や食料が豊かな、そして人生がそれほど苦しくなかったまあ比較的ですよあくまでもそれは日本だって昔は医療も文明も何もなかったわけですからもうそのまま人間が生身で晒されるわけで自然の中にそれは過酷だったはずですよ野良生活だったわけですからね。 でもよその地域に比べたらその日本列島のその日本人のその縄文だか弥生だかでそれ以降の生活ははるかにですねはるかに生きやすいものでだからどこかの民族がどこかの民族を征服してそして征服されたものが奴隷として売られるとか虐殺されるとか そういうことがほととんどなかったでしょう、ね、でそういうねそいことをしなくても済む分だけの資源があったこの国土に。だからその宗教への熱望があのそれほど強くなくつまり苦しみが少なかったそして宗教は苦しみを土台にしますから。ということ。このように考えると日本人の無宗教というのは案外恵まれた民の。 なんかこんなことをなんか自己満足的に言うのもなんだけど恵まれた民のその幸福な比較的ねよそと比べて比較的幸福な人生の結果こうだったのかなそんな気がしてなりません。ただしこれは日本がが他との行き来が つまり大陸とか世界とこの行き来がほとんどなくそして日本国内で完結しているっていうんだったらああよかったねでいいかもしれないけど今はもうあっちこっちから人の行き来もあれば情報の往来もあるお金だって国境線を越えてるわけですね。でこのような時にいつまでもその無宗教でそして日本列島っていいよね というふうに内側で閉じこもっていることは当たり前ですけどもできないですよね。その時今はテクノロジーも進歩してかつてほどのもう強烈な苦しみや痛みというのは遠ざかってはいますがそれでも今までのような日本人同士で割と仲良くそして苦しみを感じずに生きていける そういうい牧歌的な時代はもう終わりつつあるんかなであるなら日本人にもまともな宗教が必要とされる時代がちょっとずつ来るんかなそんなふうにも考えています。